トイレで石が出る話、トイレで石が出る話、この話はね、まあ本当に長期間にわたる話なんですけども、1年に1回ぐらいかな、1年に1回ぐらいトイレしてたら、なんか石みたいなのがポトッとね、落ちてることがあるんですね、便器に。でどのぐらいのサイズかっていうとね、ミリ単位、1ミリかける3ミリとか、1ミリかける2ミリとかね、そういう極小の、石的なものがですね、便器に落ちてる、まあ軽いんでね、便器にこびりついてるというか張り付いてるみたいな、そういうことがあります。色は黒、うん、であれと思って、でもまあ拾ってね、なんかこうまじまじ見ることもないし、バーッて流しちゃうわけね。でまた1年ぐらい経ったら、またなんかまあトイレ行ってショーをした時にですね、なんかいつの間にか黒いね、石的なものが、さっきの1ミリかける3ミリとのね、そういう極小の、石というかね、まあ本当材質は見た目でわかるんだけども、石のようなそういうものが落ちてると、便器にね。あれこれ前も見たぞみたいなことを思って、でもまあいいかと思って、まじまじに拾ってみるほどのもんでもないし、でじゃあ流して、でまたね1年ぐらいしたら、またポトッと落ちてると。でこれ前もあったなと、うん、で便器にこう石が落ちるっていうのは、例えばね、ショーをする時もズボンのベルトを外してこうパンツを下ろしてするわけなんで、例えば腰のとこになんか砂粒とかが入っていて、それがトイレする時に落ちる、便器のとこ落ちる、つまりイレギュラーな、そういうね石とか砂粒がですね、たまたまこの腰のとこにはまり込んで、それをまあベルトとか下げた時に便器に落ちるというね、そういう偶然性のものかなと、そう思っていたんですね、うん、今までは。で1年に1回ぐらいだし、1年に1回あるかないかぐらいだし、まあそんなことも偶然としてはあるのかなと思っていたらですね、最近どうもこう尿路結石なんじゃない、それが尿路ガス結石なんじゃないかなっていう疑惑がね、生じてきました。うん、決まってトイレに行ってショーをするときにその石は落ちるわけね。だからこのショーを出すときに同時にこう出てくると、うん、で尿路結石のなんか小さいのはね、なんか出ちゃうらしいね、うん、トイレで自然とね。だから大事には至らないし、痛みもないし、まあ、自然出ちゃうんでね、別にいいんですけども、まあだからそういうことなのかなと今ではね少し思ってます。実際ねすごいこう拾って調べてるわけじゃないし、記録をと、その期間の記録を取ってるわけじゃないんで判別しにくいんだけども、まあ明らかにですね、そんな偶然何度も起きないとね、腰のとこにはまった小さな砂粒状の石が偶然落ちるなんてことはそんなないと。であるんだったら子供時代ですよね。子供時代の方が泥だらけになって遊んでるわけだから、ボトボト落ちなきゃいけないと。でも大人になってからそんな公園でね砂遊びなんかしませんし、スポーツもですね、そんな泥だけになるようなそんなスポーツしないからね、うん、まあやってジョギングとかそんなもんですよ。だからね、いよいよ尿路結石なのかなと今ではね思ってます。